はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、新キャラと新個性セットの情報をね、シーズン3で出た情報をまとめていきたいと思います。実質新キャラといっても過言ではないストライクデクト、そして新キャラトゥワイスが実装されましたが、今回はね、その2体の性能をね、改めてまとめていきたいと思います。いや、結構ね、このゲーム表記にない特性みたいのが多いので、そこもまとめてお話できたらなって思うんでね、ぜひぜひ最後まで見ていってください。とりあえずまずストライクデクから解説していきます。はい、まずストライクデクに関してですね、ストライクデクは個性技のみが変化してるんですよね。なので体力とか特殊アクションのオンブとかは一切変化ありません。そしてストライクデク大きな特徴としては、アルファを前段ヒット、つまりね、この指、今5本のレーザー出てるんですけど、覗くとこの5本が収束する。そしてこれを敵に10発連続で当てると敵がひるむっていう特性を持っているんですよね。これがこのアルファの大きな特性ですね。ちなみになんですけど、覗き時も一応ね、弾一発一発に判定があって、こんな感じにね、中途半端に当たると大してダメージが出ません。もちろんね、マックスまで当たるとちゃんとダメージが出るんですけどね。はい、これがアルファの大きな特性ですね。そしてベータですね。ベータ技なんですけど、もうご存知の方多いと思うんですけど、これね、確定で50ダメージかかと当たると入るんですよね。そして例えば敵がね、上空に打ち上がった時に、このベータの落下圏内入るとするんですか。そしたらかかとに敵がひっついて、そのまま地面に叩き落とされて衝撃波ダメージも入るっていうね。これ意外と知らない人多かったんじゃないかな。だから意外と空中でベータ使うのも強かったりする。でもちろん衝撃波ダメージもあるんですけど、この衝撃波ダメージっていうのが2段階あって、今2段階目見せたんですけど、1段階目だと大してね、広くないんですよね。1段階目だとこんな感じ、めっちゃ狭いよね。霧島のガンマよりもちょい狭いぐらい、レベル1のガンマと同じぐらいかな。で、ベータの2段階目がこんな感じ、ちょい広めになるよね。で、これね、なんか3段階目みたいのがあるんだよね。それが結構な上空からじゃないと発動しないんですけど、これ知らない人意外と多かったんじゃないかな。実は3段階目あるんだよね。さあ、ガンマで飛びます。そして、いやー、ちょっと今出ないな。もうちょい高いところからじゃないと出ないんだけど、これね、なんかね、もう一回かかとがグワンってなるのよ。それになるとめっちゃ範囲が広くなる感じがする。正確なこう範囲の値みたいなのは調べてないんだけど、めちゃくちゃでかいんだよね。じゃあ行きますよー。あ、今のね、今だったね。今一瞬グワンってなったでしょ。範囲めっちゃ広くなかった。ちょっと分かりづらいんだけど、マジで分かりづらいんだけど、めっちゃ範囲広くなってんだよ。ちょっと見せたい、なんとか伝えたい、この興奮を。いきますよ。今だった、ほらこれ、今だったほら、これになると見た目はちょっと見づらかったんだけど、範囲が広くなるんですよね、かかとが光った瞬間。だから2段階なんとあるんでね、ここでちょっと要注意で覚えておいてください。そしてガンマなんですけど、これはもうみんな知ってると思うんだけど、はい、1回押すと縦を敷ける。で、長押しすると空中に飛べるんですけど、これね、あんま強くないんだよね。あんま強くない。実装当初はこうやって遮蔽物出してからアルファ打てるみたいな感じだったんですけど、結構ね、普通にジャンプ打ちするのと大して変わんねえなっていうのがある、正直。で、もう一個ガンマに関して秘密があるんですけど、このガンマね、これなんとですね、敵のことを閉じ込めれます。こんな感じ、はい、こんな感じにね。だから端っこに敵がいたら閉じ込めてあげて、ここの隙間からベータを打ってあげましょう。はい、それだけで敵を倒すことができますね。敵はこれを破壊しなきゃいけないんですけど、これがある間ね、ベータを食らい続けるんですよね。はい、ベータ食らわせて、ほらこんな感じでボコボコにできるんでね、端っこに敵がいたらね、ぜひチャレンジしてみてください。はい、次は新キャラ TWICE ですね。 TWICE は結構いろんな要素があるんですけど、まずね、特殊アクションがあるじゃないですか。この特殊アクション、敵のことコピーできるんですけど、なんとね、これね、時間経過では消えないんですよ。じゃあどういう条件で消えるかっていうと、この分身体の体力がゼロになるか、もしくはこいつが生き返ったら。だから実戦でも敵が蘇生とかされたら、なんとね、このマットイミテーション解けるんですよね。はい、これ知らない人多かったじゃない。意外とね、僕も知らなくて、普通になんで解けるんだ、試合中なんかいなくなったぞって思ったら、敵が起き上がってるなんてことがね、あるんでね、要注意です。はい、そしてですね、 TWICE なんですけど、ここでちょっとだけね、立ち回りの解説を挟むんですが、対面能力がめちゃくちゃ低いです。っていうのも、アルファを当てること前提に作られている上に、しかもですね、このアルファのダメージが、見てください、3発当てて84ダメージしかないんですよ。これがね、結構渋いから、基本的に自分のエイムよりも分身のエイムの方がいいです。これはもう 100%。
もう 100% 分身のエイムの方がいいので、基本的にね、この分身でダメージを出していくっていう感じですね。本当にこうガンマで逃げながら行ける時は敵に近づいてアルファから入って近接核攻撃ですぐ逃げる。これね、もう対面したら負けるんで、すぐ逃げてまた分身出して、分身に敵が釣られてたらまたアルファから入って近接核攻撃みたいな感じの立ち回りがめちゃくちゃ強いんでね、おすすめですね。で、ちなみになんですけど、まあコンボが何個かあったりするんですが、実用的なコンボはね、ベータからのアルファが一番実用的で、なんだろうな、実戦で使えるのはこれぐらいですね。まあ本当にこれぐらいで、ガンマも一応2回ヒットするとか同じ、1回ヒットするんですけど、ダメージが低いので、まあぶっちゃけこれ狙いに行くんだったら、しかもこのガンマ結構外れるしな、これ狙いに行くんだったら普通にベータとかアルファで攻撃しちゃった方がいいかなっていう感じです。で、特殊アクションなんですけど、基本的に敵を何体でも複製できます。で、このベータに関しては時間経過と、あと一撃与えられたら倒されてしまうので、まあ、基本的にはこう遮蔽物裏とかで使うのをおすすめします。まあ、敵に直撃できるんだったら直撃ダメージがね、レベル9まで上げると110まで入るんですよね。なので直撃できるんだったら、まあ基本的にまあ直撃させに行って、この浮いてる間にアルファを当てまくるっていうのはね、めちゃくちゃ強いですね。まあ基本的な使い方としては、まあ空中でガンマで浮いといて上からベータ出すとか結構強いですね。上から出るとね、敵も当てづらいですし、どっちが本物だみたいな感じになるんですよ。このゲーム結構縦軸に対してのエイムが必要なんですけど、縦軸出されても倒せないキャラっているじゃないですか。しがらきとかって空中の敵に対して判定がないから、どうしてもね、上からトゥワイスが来たらこうめんどくさいキャラになるんでね、まあ、結構こう空中で発動することによってこのトゥワイスの性能を十分に発揮することができるんでね、ぜひぜひね、ラピッドらしい戦い方をしてみてください。まあ、ちなみになんですけど、近接攻撃が他のキャラよりもはるかに優れていて、こんな感じにスライディングから入ります。このスライディングから入るのが結構強力だね。60合計110ダメージ入る近接攻撃ですね。で、なのでこの近接攻撃自体の威力はそんなに高くないんですけど、言うてね、この補正が入るのでかなりね、当てやすいです。だからベースとしては近距離攻撃と、あとアルファで戦っていくのがベースですね。でですね、一応ストライクデックとトゥワイスがどのぐらいの強さに位置してるのかっていうお話をするんですけど、ストライクデックに関しては正直ね、アサルトの方がめっちゃ強いんですよ。まあ、こっちもこっちでね、すっごい楽しいんですよ。まあ、強いっていうよりも、このキャラは楽しいっていう感じなんですよね。で、実際、こう、実戦に入ったら、どっちの方が優れてるかって言ったら、圧倒的にこう、アサルトデックの方が優れてるんですよね。まあ、それはエース隊のランカーたちも、ストライクデック一切使ってなくて、やっぱアサルトデックの方がね、多いんですよ。まあ、新マップとの相性も、結構アサルトのデックが相性いいので、まあ、そういった理由もあるんじゃないかなっていう感じです。まあ僕的にはこうアサルトデクとストライクデクね、両方試合に存在できるんだったら A ランクぐらいの性能はあるんですけど、まあアサルトの方がね、どうしても優秀でアサルトと被ってるっていうのが痛いので、まあストライクデクはまあ B ぐらいかな。うん、まあちょい弱ぐらい、普通よりもちょい弱ぐらいというか、普通に使えるよっていうぐらいのキャラクターですね。ただ面白さはこのアルファでね、敵をね、僕をダウンさせていくので S です。面白さはね、このゲームキャラ全部面白いんでね、正直面白さに関してはもう文句のつけようがないぐらい面白い個性だなって感じですね。このかかとにヒットしたら敵が引きずられるっていう仕様もかなり面白いんでね、まあ、結構個人的にはお気に入りの個性セットではありますね。はい、はい、次に TWICE ですね。 TWICE は僕的には結構こう上の方に位置する強さなんじゃないかなって思ってます。まあ、ちなみになんですけど、これなんで上の方に位置するかって言ったら、このキャラパーティーで使ったら結構強いんですよ。まあ、ぶっちゃけソロで TWICE 使うのは結構無理ゲー感はある。まあ、なんでかっていうと、このキャラって敵を倒すことによって最大のメリットを得れるキャラなんですよね。でもそもそもソロだとやっぱ火力不足に陥って、こう敵を倒しきることができなかったりするんですよ。で、なんで敵を倒しきることができないかっていうと、このキャラってダメージ自体はめちゃくちゃ出んのよ。正直ダメージはめっちゃ出んのね。ほんとダメージディーラーと言っても過言ではないぐらいダメージ出るの。でもなんで倒しきれないかっていうと、結構ダメージソースの大半がこの分身体なわけね、ベータの。この分身体がオートエイムでめちゃくちゃ優秀なんだけど、この分身体って自分が意図した敵狙ってくれることが少ないんだよね。まあ、だからこう倒しきれずに敵パーティー全体的にダメージを与えていくっていうキャラクターなんですよね。だからデフとかバクゴーみたいに1体に対してめっちゃ強いんじゃなくて、敵全体にまんべんなくダメージを与えれるキャラクターっていうのが TWICE かなって思ってます。で、
トゥワイスが取ったダメージリードをしっかり味方が生かしきってくれて、でそれで敵を倒しきってマットイミテーションの敵をコピーしていくっていうのが理想的な流れなんですよね。だから本当にこうパーティーによってはめちゃくちゃ厄介なんですよ。でなんでこのトゥワイスが厄介かっていうと、この分身体の体力がね、多分雷電気って書いてあるな。分身体の体力がこう結構高いんですよ。トゥワイスのベータに関しては一発で倒すんですけど、この敵からコピーした分身体はですね、なんとですね、体力が300ぐらいあります。まあ多分敵の体力依存、キャラの体力依存だとは思うんですけど、それがあることによって、まあ、例えば次のパーティー戦闘しに行った時に、トゥワイスの分身も含めて、相手パーティーは5体相手にしなきゃいけないわけよ。で、その分身体が死ななければどんどん6体7体って増え続けていくわけね。それが非常に強力なキャラクターなんですよね。でしかもこの7体敵いるってなったら、敵からしたらさ、ぶっちゃけトゥワイスの分身かどうかの見分けなんて攻撃しないとつかないわけじゃないですか。ってなるとギョフ来たって思って逃げるわけですよ。でその逃げる背中を打って倒すなんていうことができるので、ぶっちゃけねポテンシャルはめっちゃ高いんだよね。はい、で加えて初心者も結構使いやすいから、かなりね僕的にはトゥワイスは上位の方に入るんじゃないかなって感じ。ただ戦い方をミスると一生塞ぎ続けるキャラなんで、そこだけ要注意ですね。まあその戦い方っていうのが、もう先ほども言ったように敵に全体にダメージを与えていく、まあ、もちろんエイムがあれば倒しきれることはできるんですけど、エイムがあっても敵がローリングとか待ったら、うまかったら全然倒しきれないからね。まあそこも含めて面白いキャラクターだなっていう感じです。はい、なのでトゥワイスはね結構ポテンシャルあるんじゃないかなっていう感じです。ストライクデックに関しては面白いです。あれですね、あのトゥワイスに関してももう SSS ぐらいおもろいからね、皆さんもぜひね課金して使ってみてください。はい、というわけで今回はね新キャラトゥワイスと、まあ新個性セットのね、まあ、シーズン3の新個性セットのストライクデックに関してまとめていきました。まあ追加の情報なんかあったら皆さんぜひねコメント欄で書いていってください。今回も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。